旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のジュミーです。今日は千葉房総の観光スポット15選、千葉旅行前に必見情報をお伝えいたします。首都圏からでも行きやすいのが房総半島、さまざまな観光が点在しているエリアです。都心から日帰りでも行けるくらいにアクセスもいい地域の上、自然豊かでリゾート感あふれる雰囲気が漂っています。そんな房総半島には太平洋の海の幸が味わえるグルメや素晴らしい絶景スポットなど魅力あふれる観光スポットがたくさんあります。今回は房総半島のおすすめ観光スポットを15選でご案内いたします。この動画で紹介されていないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。まず最初にご紹介するのは保田漁協直営食堂番屋。阿波郡鋸南町にある保田漁港、その漁港にあるのが漁協直営食堂番屋です。出てくる料理は全て鮮度最高でリーズナブル、高コスパで有名なお店。もともとは漁港の組合員用の食堂ですが、一般の皆さんの利用も OK にしたところ、鮮度、量、値段などから大評判になりました。店舗は本館と新館があって、かなりの席数を有しています。それでも行列ができてしまいます。お店は国道128号線沿いで保田漁港の前にあります。次にご紹介するのは房総フラワーライン。房総フラワーラインは館山市下町交差点から南房総市和田町までの海岸線の道路です。総延長約 46km の道路のうち、糸から藍浜までの約 6km 間で、1月から春にかけては菜の花やノースポールが咲き誇ります。夏になるとマリーゴールドと季節の花々が道沿いをきれいに飾っています。昭和61年、1986年、日本の道100選にも選ばれました。房総フラワーラインの周辺には観光スポットも多く、お天気のいい日には富士山や伊豆大島などを見ながらのドライブが楽しめます。次にご紹介するのは大福寺崖観音。崖観音で有名な観光スポットにもなっているのが大福寺です。境内にある船形山の中腹にある朱塗りの観音堂が崖の観音、そして観音堂のご本尊なのが11面観音菩薩で、崖の中腹にある祠に刻まれています。養老元年717年に行基の東国行脚の際、地元漁民の海上安全と豊漁を祈願して山の岩肌に彫刻したとされています。その後自覚大師によって道具が建設。次にご紹介するのは養老渓谷。養老渓谷は春はツツジに、秋は紅葉などの季節で変化していく自然の風景が楽しめる渓谷です。例年大勢のハイカーが訪れる人気のスポットでもあるんですよ。渓谷沿いに遊歩道も整備されていますので、一般の方の散策も問題ありませんね。梅ヶ瀬や粟又の滝など見どころもたくさんあるスポットです。渓流釣りやバーベキューを楽しむ方々の姿も多く見られます。次にご紹介するのは館山観光いちご狩りセンター。館山観光いちご狩りセンターは館山市の豊房地区にあるいちご狩りが楽しめる施設です。中心街より東方面に向かった静かな田園地帯に位置しています。甘くて美味しいいちごが食べ放題で、無料の練乳サービスもあり大人気のいちご狩り。でもいちごは練乳がいらないくらい甘いので不要なサービスかもですね。公設栽培を行うハウスですので、立ったままいちご狩りが楽しめますよ。次にご紹介するのは明治100年記念展望塔。明治100年記念展望塔は南房総国定公園の一部で、東京湾の富津岬の最先端にあります。明治100年を記念して建てられた展望台で、五葉松の形をしています。展望台からの景観は対岸となる三浦半島の観音崎をはじめ、東京都心や富士山をも眺めることができます。次にご紹介するのは東京ドイツ村。東京ドイツ村は自然体験型のテーマパークで、その大きさは東京ドームの約19倍を誇り、ドイツの田園風景が再現されています。園内では様々なアトラクションや観覧車など設置され、パターゴルフや芝剃りゲレンデなどでも楽しめます。また春の季節には25万株の芝桜が咲き誇り、初夏からはラベンダー、アジサイ、バラ、夏場はひまわり、秋はサルビアと様々な花が村を飾ります。
冬には夜間のイルミネーションも素敵ですよ。次にご紹介するのは道の駅富浦美和クラブ。道の駅富浦は南房総市の国道127号沿いにある道の駅です。当時富浦町は美和の産地で生産量も日本一、それゆえに美和クラブという名が付きました。5種類のいちごの食べ比べができるいちご庭園、もぎたての美味しい美和が食べられる美和狩り、農業体験が楽しめるメロンなど新鮮なフルーツが満喫できる道の駅ですね。次にご紹介するのはマザー牧場。房総半島にある観光スポットとして人気なのがマザー牧場。お花の名所としても有名ですね。水仙、梅、菜の花、アジサイ、ラベンダー、サルビアなど美しくも可愛い花々が楽しめます。マザー牧場では味覚狩りも人気、春にはいちご狩りも体験できます。立体型の栽培方法を実施、大人も子どもも取りやすい高さでいちごを堪能できますよ。次にご紹介するのは道の駅三好村ひなの里。南房総のほぼ真ん中あたりに位置している道の駅が道の駅三好村ひなの里です。田園風景に囲まれた静かな道の駅では新鮮な地元の野菜や果物が販売されています。農産物直売所のほか、農村レストランやハンバーガーショップなども人気なんですよ。乳製品工場では牛乳、アイスクリーム、ソフトクリームなどの製造もあって、濃厚なコクのあるバニラソフトは一番の人気商品です。次にご紹介するのはのこぎり山。切り立った崖がのこぎりのような形をした山がのこぎり山です。富士山の美しい姿を見ることのできるビュースポットとして関東の富士見百景にも選ばれた場所なんですよ。のこぎり山はただ景観を楽しむだけのスポットではありません。崖の先から下を覗く地獄のぞき、百尺観音、日本一の大仏薬師瑠璃光如来など見どころもたくさんあります。次にご紹介するのは大山千枚田。大山千枚田は鴨川市外西部に広がる長狭平野にある大山の麓にある棚田です。東京から一番近いところにある棚田の里で375枚を超える棚田が階段状に並ぶ姿は日本の原風景とも言えるでしょう。この素晴らしい光景から日本の棚田100選にも選ばれています。心の安らぎを求めて大勢の人が訪れる観光スポットなんですよ。次にご紹介するのは勝浦海中公園海中展望塔。勝浦海中公園海中展望塔はリアス式海岸の景勝地として知られる勝浦市宇原に位置しています。このエリアを観光する際には海中展望塔は欠かせません。海底に広がる神秘的な光景や周辺を泳ぐ魚たちの姿が見られます。海底の景色を堪能した後は海上に突き出している展望台に上がって太平洋の雄大な絶景を楽しんでください。次にご紹介するのは仁右衛門島。仁右衛門島は南房総の海に浮かぶ島です。昔から所有者である平野仁右衛門さんの一戸だけが住んでいました。この島は源頼朝や日蓮聖人の伝説などでも有名で、松尾芭蕉などの句碑や歌碑も立っています。周辺に広がる海はいつも青く美しく、春には磯遊び、夏には海水浴客でにぎわいます。さらには四季を通じて可愛い花々が絶えることなく咲いているんですよ。最後にご紹介するのは犬吠埼灯台。房総半島からは少々離れますが、銚子半島の最東端に位置するのが犬吠埼です。三方を海に囲まれた断崖絶壁に向かって荒波が砕ける様は見応えも十分。その岬にそそり立つ白亜の塔が犬吠埼灯台で銚子観光のシンボル的存在となっています。明治7年1874年に作られた高さ約32メートルのレンガ造りの西洋式灯台、99段の螺旋階段を頑張って上がった先には雄大な景色が広がっています。今回は千葉の房総のおすすめ観光スポット15選についてご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。気候も温暖で観光スポットやグルメにも恵まれた房総半島、何度訪れても新たな出会いと発見があるところです。その房総半島の魅力を満喫しにぜひ訪れてみてくださいね。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。